誰でも投げられる変化球、本当に誰でも投げられるのということで、結構昔に私が出したカーブの投げ方、まあ、誰でも投げられるって言ってるんだよ。ありちゃん野球はほぼ未経験、ソフト女子です、ね、そうソフト女子です、ね、もっと上投げができるぐらいだよね。そう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 、うん、なのでちょっと教えて本当に投げられるのかっていうのをちょっとやってもらおうかな。おー、なるほど。怖いですな。でも誰でもって言ってるからね。そうそうだね、まあ、詳細はね、まあ、そちらの動画見てもらいたいんですけども、まあ、軽くおさらいも込めて、うん、握りとかをね喋っていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、というわけでまず握りがここの C の部分に中指をかける、親指はこっちの逆の山の部分に、そしてここの空間を空けないでベタッとで、自分は人差し指を立てて、まあ、離して、まあ、じゃあね、うん、まあ、その分力が抜ける緩いカーブなんで、握りはこちらです。で、投げる時のポイントは肩口らへんからポーンとくる感じで、リリースポイントは前で、早いとね全部抜けて上に飛んでっちゃうんでね、そこを意識して投げてほしいなと思います。はい、回転のイメージはここの中指をこうやって転がっていくイメージなので、こうやって縦に下ろしていく感じだね。早速ね、ありちゃんにちょっと自分が教えながら実際に曲がるのかっていうのをチャレンジしてみましょう。チャレンジしてみます。で、まずは教える前のありちゃんが今思うカーブの投げ方でちょっと投げてもらいます。はい、では行きます。と、分かんないな。回転はなんかジャイロっぽいんだけど曲がってはないよね、なんかね。なるほど。じゃあ次自分の行きます。おー、すげえ。これからアリちゃんに投げてもらいます。はい、こうですよね。そうそうそう、こう。指導が終わったので、はい、お願いします。いきます。はい、あ、やばドローンってイメージね。はい、イメージ大切。あ、抜けた。ちょっと待ってよ。こうして、こうして、こう。どう？雰囲気あったよ。ちょっと抜けてたね。ちょっとそう、抜けた感じがあったな、うん、そう、引っ掛けていこう。引っかかるぐらいの方がいいからね。頑張ります。ふい、あ、今かかってた、うん、お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 、今の、今の、来た、やった。ねえ、今良かったね。やっと、嬉しい。さあ、今の続けよう。今のイメージを持ってもう一回。頑張ります。はい、惜しいね、いいね。ドローンな感じじゃなかったけど横には曲がってたね。ちょっとスライダーチェックだった今。 お、いい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 んじゃない。やった、やった。じゃあちょっとキャッチャー目線も行こうか。はい、お、いいんじゃない、いいんじゃない。コースもいいよ、コースも掴んだんじゃない。やった、コースもいいよ。あ、抜けた、抜けた。おっしゃー、いいんじゃない。結構まあ緩やかだけど、うん、緩やかに。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。お、はい、というわけで、どうでした、投げてみて。いやー、もうあの、まずピッチング自体初めてだったから、うん、不安で怖くて仕方なかったんですけどでもちょっと曲がって嬉しかったです。ほんと最初にできたもんね。そうだね、まあ、自分が投げてるものとちょっとまあ変化の形は違うけどね、うん、そうね、スピードが違うから、うん、そうね。で、あとアリちゃんちょっとまあスライダーチックだったけど、横にはまあ曲がってたからね。でも初日でこんだけ投げられるからね。そうだよ ね、 そうだよね。練習すればね、もっとね、そう、うん、っていうことはまあ誰でも投げられるっていうのは証明できたのではないかなと。やできたのではないでしょうか。いや、そう、私も今日やるのもここに来て初めて知ったからいや、本当に誰でもできるっていう気持ちがあればできると思います。そう、確かに気持ち、確かに気持ちは大切だ。いや、うん、でも本当に持つ感覚とかがつかめたら投げれるようになるので証明できたと思います。まあ、投げすぎだけは注意して、怪我だけ、うん、そう、そこだけは注意してお願いします。というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回のお題は野球あるある冬編。頭から湯気が出る。本日の MVP 賞はこちら。こちらのミスから選んでいただきます。チャンネル登録はここから。おすすめの動画はこちら見てね。こちら見てね。